はい、皆さん、こんにちは、彦です。それでは、今回なんですけども、スマホキャンペーンまとめ、月曜からはこれとこれで決まりということで、まあ、今週もやってきました、日曜日恒例の先週あったキャンペーンのまとめと、そして月曜日から何をどのように使えばいいかということをお伝えしていこうと思います。まずは、先週あったキャンペーンの発表からということで、まずはドコモの D 払いですね。D 払いは 20% 還元キャンペーン、D ポイント 20% 還元ということで、こちらはエントリーが必須で、期間は7月の1日から7月の31日まで、ご利用金額の 20% が D ポイントで戻ってくる。そして金銅なら最大 25% 相当が還元されるということですね。で、一つ注意点がありまして、ドコモのユーザーの方なら全く問題はないんですけども、ドコモユーザーではない方でしたら D 払いを使う際には必ずクレジットカードが必要となってますので、お気をつけください。次はセブンペイですね。セブンイレブンが提供するセブンペイということで、こちらは7月の1日からサービスが開始されます。期間限定で7個ポイントが2倍です。で、利用登録でおにぎりのクーポンがもらえたりですとか、あとはセブンカフェのクーポンがもらえたりということになってます。で、セブンイレブンに関連して、7月の11日木曜日から21日の間は LINEPay、PayPay、メルペイを使ったら 20% 還元されるキャンペーンも発表されました。次に楽天ペイですね。こちらは期間中ずっと 5% 還元のキャンペーンの第2弾が始まります。で、こちらはエントリーが必須で、7月の1日から9月の30日までで、最大 5% 還元、上限最大5000ポイントまでということですね。そしてここからは月曜からどれを使うかということなんですけども、僕の場合は今回は PayPay と FinePay を使っていこうかなと思っています。まあ理由としたら、単純によく利用するお店がマッチしているからということですね。で、まずは PayPay なんですけども、こちらですね、7月のワクワク PayPay ということで、期間は7月の1日から7月の31日の11時から14時の間となってます。で、今回の対象店舗はスーパーと飲食店ですね。で、ユーザーによったら 10% から20% 還元があったりですとか、今回も PayPay チャンスもありということで、今回気をつけてほしいのはやっぱり時間帯を気をつけてほしいなということを思っております。で、最後にファミリーマートが提供するファミペイですね。7月の1日からサービスが開始されて、チャージと上限については、現金の場合は 10% 還元で、上限は2000円まで還元されます。チャージと上限についてなんですけども、現金だったら 10% 還元で、上限は2000円までですね。ファイマティカードのクレジットカードを使った場合は 15% 還元で、上限は3000円までとなってます。で、他にもキャンペーンはかなりたくさんあります。ということで、簡単にまとめると、 PayPay でランチやスーパーでお買い物をして、そしてコンビニを利用する際にはファミリーマートを利用しようかなというふうに思っております。もちろんですね、この動画を見ている視聴者さんによっては優先順位は全然バラバラだと思います。ご自身がよく使うお店でどの QR コード決済が対応しているのか、まあ、確認した上でもうぜひですうまく活用してみてください。で、これまで紹介した内容については、僕の動画でも小分けにして紹介をしていますので、ぜひ下の概要欄もチェックしてみてください。ということで、また月曜日から頑張っていきましょう。ということで、本日はご視聴どうもありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いいたします。